昨日午後11時前余市町山田町に住む一人暮らしの71歳の男性と連絡が取れなくなっていると家族から百1番通報がありました警察が住宅の付近を捜索したところ今日午前2時過ぎ敷地にある納屋の近くで雪に埋まっている男性が見つかり病院に搬送されましたが死亡が確認されました警察によりますと納屋の近くに脚立があり 雪下ろしの際事故に遭った可能性があるとみて調べています。